今回は猿がしゃべりを省いてしまったので、途中まで私が解説します。770円で売っているダイソーのハンギングラックですが、多くの視聴者さんから店に置いてなかったというコメントをいただいておりますので、もし購入できた方がご覧になっていれば、見つけた方法をコメントで教えてください。よろしくお願いします。ハンギングラックは、ハンギングの文字通り、吊るすためのものですが、どうしても下のスペースがもったいないので、有効活用したくなるのが人情だと思います。先日、超大物 YouTuber の福さんのチャンネルを見ていたら、やはり当たり前のようにハンギングラックの下にスノコを置いていました。せっかくの場所がデッドスペースになるのはもったいないと誰でも感じるのではないかと思うのですが、かといって、福さんが使っていたようなブランド品の高価なスノコを新たに買うのは、770円のハンギングラックと釣り合いが取れないように思ったので、もう少しお手軽で、かっこよく、使いやすいものを考えてみました。それでは、まず最初に、猿が組み立ててみるところをご覧ください。皆さんこんにちは、猿です。この1週間、ダイソーのハンギングラックで遊び倒しましたので、そろそろシリーズ最終回のご報告をしようと思います。試したかったことだけサクッと撮ってご紹介しますので、よければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、2月の上旬だというのにすごく暖かいので、近所の河原にやってきてます。で、荷物をですね、下ろしまして、今日使うのはね、これですね。はい、で、このメッシュになってる袋、これはですね、フィットネス用キャリングケースというキャンドゥで買ったものになります。とってもですね、大きさが良くって、まあ、メッシュでね、中も少し見えるので、使いやすいんですよ。ちなみにこれね、いいなってて、これね。もともとハンギングラックについてた収納袋だと、小さいので、余計なもの、余計じゃないんですけどね、追加で購入したサイドオーガナイザーとか入らないんですよね。それでこちらに変えることで全て入るので、まあいいなと思って使ってます。はい。とってもおすすめです。で、今回ね、出したり入れたりしながらも、この1週間でどうでしょうね。10回ぐらいはやってるんですね。すっかり慣れましたので、こんな風にね、早くなりました。まあ、早くなったって言ってもね、あれですね、フックとかはもう外すのをやめたので、もういちいちつけたり外したりね、しないので早くなっただけかもしれませんけどね。まあ、こんな感じです。このですね、ワイヤーネットというダイソーで220円の商品。こちらを使ってなんか手軽にできないかなと思って。で、これはですね、カムジャムっていうナイトアイズの商品。クリップが両端についてて、ロープを引っ張ると、引っ張ったところでね、ギアに噛んでるのでロックして止まるっていうね、とっても便利なアイテムなんです。まあ、簡単にね、やろうと思えばこういうのがあるといいなと思って、追加購入したわけじゃなくて、もともと持ってたんで使ってるだけですけど、まあ特にね、なければわざわざ1000円ぐらいしますので、買わなくてもロープの両端に、フックのような金具をつければいいだけですよね。まあ今回これを使ってロープの長さを調整してやってみようと思います。こちらはですね、ロープはもともとついてるものがもっと細くてね、短かったんですけど、セリアのガイロープ6メートルで110円なんでね、そちらをつけてます。まあ色もね、黒で統一した方がかっこいいかなとまあかっこいいも何もねないんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっとそんな風に自分の中ではね、黒で統一してみようかななんてね思いまして、はい、そんな風にしております。で、ロープをこのようにですね、ハンギングラックにかけまして、で、以前ですね、そのまんまネットの四隅を通してかけたら、やっぱりこう、ロープがツルツルと滑ってですね、不安定になっちゃうもんですから、ワイヤーネットが簡単にね、斜めってしまうもんですから、ハンギングラックの、この水平ポールのところね、ちょっとぐるぐる巻いて、摩擦力をこう増やして、簡単にはね、ロープがこうずれないようにしております。まあ、どの程度やればいいかなっていうね、これロープの質にもよると思うんですけど、まあ、3回ぐらいね、巻いたり、ねじったりしながらね、まあ適当です。やってます。で、ワイヤーネットの四隅に、こんな風に、
ロープを通していきます。1本のロープでやろうとしているのでこんな風になっちゃうんですけどね。本来まあ2組のロープでそれぞれ両端にフックをつけとけばまあ簡単かもしれないですね。で最後に四隅目にフックをかましてロープの長さを調整すればだいたいこれで OK ですね。ロープの長さを変えたのでね、ネットが斜めってるので少し位置を調整します。ロープの長さをまあ均等になるように調整すれば完成ですね。こんな風にね今まではやってました。まあこれはこれでねいいんではないかなと思って、まあこのメッシュのネットなので濡れたものなんかもね逆さまに置くことができるし、まあ金属だしねそこそこ強いので、まあ言うてもねそんな何キロもあるものは置けませんけど、まあ服とか収納ケースとか、まあコップとかね、まあそういうものはね置けるんじゃないかなと思って確かめてます。でこんな風にケトルに、500cc ぐらいかな、1リットルはないと思う、水を入れてね置いてみたらこんな風に斜めるんですよね。まあ当たり前なんですけど置いた方が重たいのでこうなると。ちょっと横から映してみますね。真ん中に置けばもちろん問題ありません。まあ、これが手前に置いても問題ないんです。はい、こうなりますよね。まあ、ダメではないでしょうけどね。まあ、大きくブランコでブラブラしてる感じなんでね。気になるっちゃ気になりますよね。ケトル以外のものも置いてた時には、どうなんだろうなっていうのもあるし、ちょっとやっぱりこれブラブラするの嫌だなと思って今回はもう少しねこう安定性のいいもの固定できる方法を考えて別の日にやり直してみようと思います。まあ、ちなみにチェーンもあったんです。これもダイソーで買ったんじゃないかな。両端にこんな風にねあのクリップがついてるのでこちらの方が安定するかなと思って、まあさっきのロープよりはねいい気はするんですけど、まあ変わらないですね。同じようなもんですね。ということで日を変えて、改めてやり直しです。今度はですね少し秘密兵器を持ってきましたので三角形のオーガナイザーとこれを使います。これ伸縮ポールですね。55センチから90センチで耐荷重が1キロというキャンドゥの製品です。このね55から90という長さがねぴったりだったんですよ。セリアとかダイソーで見るとこの長さのがなかったりあっても色が白かったりして今一つだったんですけどね、たまたま違う目的でキャンドゥに行った時に見つけてこれはいいかもと思って今回持ってきました。1本110円を2本買ってます。で伸縮ポールなんでねこんな風に両端を持って回せば伸びて最長90センチまで行きますけど A フレームのね両端が79センチぐらいなので一番下でなので、まあ、85センチぐらいでね、本当は十分なんです。で、三角のオーガナイザーのね、クリップに引っ掛けてます。で、これで網を乗せてみます。どうでしょう。これ良くないですか。皆さんバッチリじゃないかと思うんですけども、これがあればですね、こんな風にフックに引っ掛けるというよりは、ちょっと地面に置きたいものなんかが、ここに置けるのでいいんではないかなと思ったわけです。今出してきてるのはね、ダイソーとかで買ってきたような、まあ、小さい収納ケース、プラケースみたいなものとか、タンブラーとか、スキットル、まあ、キャンプには欠かせないものですね。はい、こういうものもね、ハンギングラックに引っ掛けることは難しいので、地面に置いておく代わりに、ネットの上に置いたらちょうどいいかなと。映ってる S 字フック、これ8個で110円、ダイソーの商品ですけど、フックの数がね、やっぱり少し足りないかなと思ってたんですけど、できればね、もうちょっとコスパがいいもの欲しいなと思って。で、このプラフック、いいのはですね、懐が大きさが違うんです。こんな風に大きいところをかけると、ぐるぐるとね、回って移動もするけど、一度かけると落ちない感じのね、かかり方になるし、逆に小さい方のフック、こちらをね、かけてみると、見てください。
はい、パチッといって固定できるというね、もうこのためにあるんではないかと思われるようなね、抜群の大きさのフックです。これね、まあ、ポリプロピレンでできてるんだと思うんで、熱とかにはね、強くないんですけど、まあ、8個で110円なんでね、いろんなものをかけるのにちょうどいいんじゃないかなと思って、追加購入をしました。はい。で、下が芝生だったらね、こんな風にちょっと大きめのバッグなんかもね、下に置いといてもいいと思いますし、まあ、ハードクーラーボックスみたいなね、小型のものなんかも、まあ、地面に置く代わりにね、下に入れておくっていうのもいいと思うんです。測ってみるとですね、あそこの手のところが25センチ。だからそれ以下のものだったらね、あそこに置けます。ただ、置いてみると思ったんですけど、やっぱりね、ネットの上に置いたものと、上からハンガーに吊るしたものとが、干渉しちゃうんですよね、近いので。もうちょっとね、ネットのワイヤーネットが下の方にあった方がいいなと思ったので、今度は大きい方の三角形のオーガナイザー、こちらをね、つけて、このポールの位置をね、下げてみようと思います。少しポール伸ばさないとね、いけないんですね、これね。下の方がちょっと広がってるので、この時に、まあ79センチぐらい。なので85センチぐらいにね、伸ばして、まあ、うっかり落ちないように。さあ、こうは置けませんでした。こう置くとね、大きさが足りないんですよ。だから、ネットを縦に置きます。まあ、これでもね、半分以上あるので、いいんじゃないかな、という感じですね。はい。こういう感じで左半分ちょっとにこのネットの、まあ、台というかテーブルというかがあるような感じ。そうするとここにね今度は置けますので、まあ、地面がね雨で濡れてるとかあるいはまあ土の地面とかで汚れそうとかいう時なんかはこういうやり方がいいし、これだったらねネットの上に物を置いてハンガーの方には何かを吊るしても、まあ、荷物同士がね当たらないというか、まあ、多少余裕がある感じなんでね、これでいいんじゃないかなと思いました。はい、上から吊るしてもね、下のバッグとは当たらないので、まあまあね、これぐらいのものだったらいけそうです。ちょっとぐるっと回りながらね、確認してみます。下に置いてるものと上から吊るしてるもの、まあ上、あんまり吊るしてないですけどね、今日持ってきてないので、外撮影するときにね、いろいろ持ってきてなかったというか、忘れちゃったので、吊るすものがないんですけど、まあまあね、吊るせそうな感じで、あとオーガナイザーもね、ものすごい数のポケットがありますので、これあればね、もうキャンプ場行ったらこれだけで本当にね、荷物置き場は済むんじゃないかなと。今度ね、またキャンプ場私いくつか予約してるんですけど、どっかに行くときにね、これ持って行ってやってみようかなと思います。はい。で、今度片付けですね。もうね、10回以上もやってるとね、早いですよ。こんな感じでね、もうそのまんま、まあ、フックも外してないんですけどね。折って、袋に入れるんですけど、袋もね、このフィットネス用の大きいやつなので、簡単に入ります。で、この三角のオーガナイザー、大小合計4枚あるんですけど、これもですね、まあ、楽々っていうことは、ちょうどいい感じで入りますね。ダブダブでもないですね。で、キャンドゥのポール、買い足したやつ、今回。こちらはね、55センチなので、中に収まるとまではいかないんですけど、はい。これぐらいなんでね、飛び出してもまあ5センチ、10センチぐらい。まあね、小さいこと気にしない人はね、いいんじゃないかなと思いますね。忘れ物がなくなるので、こんな風に一つにまとめておくといいんじゃないかなと思います。最後になりましたが、セリアのガイロープでグレーのものを出してきました。これ何かっていうと、三角形のオーガナイザーを持ってない方はどうすればいいのっていう、ご質問あるかもしれないなと思ってやってみた動画です。もう伸縮ポールに直接ですね、ワイヤーネットをこんな風に結んでいきます。これでもいけるかなっていうことでね、試してみたんですけど、はい。で、こうぐるぐるっとですね、まあ2つ置きぐらいに適当にガイロープを回していきまして、もう完全に伸縮ロープとワイヤーネットを固定しちゃうわけですね。はい。で、端っこまで来たら、また水平ポールをまたがって、反対側にも同じように巻きつけていきます。はい。で、一番端っこまで行ったらですね、また元に戻って、ロープを結ぶわけですね。6メーターのロープで、まあ、十分余裕でしたので、まあ、セリアで110円のね、出費にはなりますけど、それで、こういったメッシュテーブルというか、メッシュ台ができるんではないかなと思いまして。どうでしょうか。まあ、端っこはね、簡単に蝶結びにしてますけど、あとは水平とか位置を多少調整してやればおしまいということになります。こんな感じですね。
なかなかね、感じいいし、水平ポールにね、ロープをぐるぐる巻きにしてるわけではないので、重いものを置いた時に傾かないかなっていうのがちょっと心配だったので、鉄職人という鉄鍋に水を張ったものを乗せてみます。はい、こんな感じですね。はい、あっちこっちに置いてみて、網のずれ具合、位置がね、ずれないかどうか。やってみたんですけど、まあ、水がこぼれるような大きなね、ずれ方はしなかったので、いいんではないかなと思います。こんな感じですね。はい、あんな風にね、もういらないときはネットなので水を捨てて乾かすこともできて、とっても便利じゃないかなと思います。三角形のオーガナイザー持ってない方にとっても可能な方法ということでご紹介でした。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。これでこの網を置けば、おお、これはいいんじゃないかな。こういう割とでかいバッグなんかも置けるし、だこうするとほとんどここがもう隙間がなくなっちゃうね。こうすると落ちちゃうから、この場合はこうだね。そうするとこういうバッグなんかも割と余裕で乗る。うん、これはいい気がする。ちょっとだいぶ暗くなってきてしまったけどね、これはいいんじゃないですかね。まあ、網だったらね、軽いのでね、あとまあ200円なんでね、まあ最悪傷んじゃっても別にね、買い直しゃいいし、ここちょっと曲げてやってもいいかもね、あれだったらね。これね、すごくいいんじゃないかなと思います。これ種類が3種類ぐらいあって、これは 8.5 センチの8個入りのやつですね。3キロまで可能ですよみたいなことを書いてて、色が黒です。ちょっと面白いのはこれ、いいんじゃないですかね。ちょうど大きさ的にはね、ぴったりっていう感じの大きさになりますので、まあ、こういうものを使えばね、実際何か吊るしてみましょうか。コールマンのね、LED のランタン、こんな感じですね。結構いいですね。うん、結構いいですね。まあこんな風にね、使えますので、たくさん服使いたいなっていう方はね、これおすすめです。